ツアー、カイラル観光ツアークルージング編へお越しいただきまして誠にありがとうございます。今回観光いたしますツアーは闇の神殿、闇の神殿でございます。私、観光案内人はブルーホースでございます。そして今回のツアーにはお二方およびそしてご視聴の皆様と共にですね、こちらクルージング進めてまいりたいと思います。そんな仕事やったことないから何の話をしたいか分かんねえよ。しかもあれしたいと思ったら一人だった。おめえだけかよ。じゃあ落ちろ。ほらほら、カン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 、ほらほら、コンビの娘が当てるから、にょろにょろ、ほらほらほら、相変わらずや。あれ、二匹目出てきた。やっぱり二人だったね、二人だったね。あれ、ちょっと待って、落ちろよ。うえ、はい、ほら、ふいってやーといふい、あばい、あ、俺が、なに、それは、そんな、背中の傷の剣士の恥だって、お前はゾロから習わなかったのか。ということで、闇の神殿後半戦やっていきましょう。ほいっと、まあ言うてもね、まあもう深く終わるんじゃないかなと思ってんすけど、これはピッ、あ、ちょ、もうちょっとした、微調整、どっかに降りてって、もうとっくに降りちゃってんですよね、ごめんね。降りちゃったんだよな、降りたパンダ、ズズズズズズズ、支えきれなくなって、コウモリが不愉快ダイブ、ビチュビチュビチュ、こっちでいいのかな。こいつかな、とりあえずこっち行きましょう。痛い、先端恐怖症、刺さったら痛そう。お邪魔しまーす。あー、そういえばこんなのあったね。壁超壁、もうあいつらもうめんどくさいから無視。あいつ森の神殿出てきてるんだよな、ここ出したらよかったのにと思うけどね。ということで、ファイヤー、燃えろ、全てを燃えろ、ブーテレテレテレテテン、なんでおめえこの主からように言うんだよ、おめえ、どけ、ほら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 、よし、じゃあ開けちゃう、開けれない。ドゥ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 、迫り来る壁。あれって、炎の矢でも破壊できるのかな。いつもめんどくさいからまとめてやっちゃってきてさ。で、逆サイドから、おーっと。あれ帰ってった。俺、殺されるの嫌だ。てめえ、もう死んでんだよ。なにょ。どっかのラオウ。ラオウだっけ、違うな。北斗神拳、なんとか王と。わかんないんだよな、あれな、いつもな。で、こうで、こうがいいかな。ペケペケペン。いい、ドッピュン。ドピュドピュで、こっち行ってパンダ、これでいいかな。で、開けます。なんかすげえ回ってんな。あれ、この部屋ももしかして率先して来る必要のなかった部屋かもしんない。ハートの数がやべえな。あのね、意外とね、ここのね、主さんね、井戸の底から現れた主ちゃんね、意外とこうあれが攻撃力が高いんですよ。そう、はい、OK、 1個目、2個目できない。入って、あそこ分かった、こっちでいい、はい、OK、 2個目つかめない、はい、テイ、 OK、 よし、 OK、 これで終わりかな。これ全部壊したら何か出てくるかな。ハートのかけらとか出てこない。まさかの敵大量派生とかだったら、まあ、全然いらんわ。もうなんならマックス、あ、違う、なんならもうマックスになってんだよな、ほぼな。まあ持ち金が 2.5 倍まで増えるっていうのはありがたい話なんですけど、で、おお、お手手がもうアダムスファミリーかよね、ハンド、そのままの名前。どこ行った、ちょっと立って構えたね。おらあばい、キー、
ケイン行った行ってる行ってる。えぶ。座れ座れ大きくなるんだおめえは。聞く聞く聞く。一匹目。一匹目。三匹目。でこれで何が手に入る？小さい鍵、小さい鍵、小さい鍵見つけた？もろ春だけどな今。よし、オープンササミ。てかもう夏に向かいつつある。オーケー、やっぱこっち来なきゃいけなかったんだな。で他には？特にないことです。あ、じゃあここはマスクで来なきゃいけなかったの。やべえ、死にかけてる。もうちょっとであのうるさいタイムになるよ。ピピン、プープン、ピピン、ポップ、ハートキャッチ、プリキュー。ほいほいほい。これで帰っていきたいけど、帰れる？オッケー。半時計回りに行った結果、帰ります。さよなら、バイバイ。シドン。で、こいつら飛んでこないよな、大丈夫？よかった。いや、まあ、矢も大事なんだけどね、このステージ。ほい。わー、ないね。本当にないね。わお。これってか、そもそもどうやって。あ、時の歌か。もういいや。じゃあ、開けます。オッケー。あ、これか。ほい。どうしよう。はい。最後の最後にこういう仕掛け技があるよね。ということで、さあやっていきましょうか。すごい、一番サクサクだったかもしれないね。この神殿が、なんだかんだで。ドゥン、ドゥン、ドゥン。さあ、リズムを刻むよ。ライアットボンゴボンゴ。うん。暗黒幻影獣とかだったっけ？ドゥン。一回一回あれ、暗黒幻影獣あるんだね、あったね。ドゥッ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 。間違えた。ウーパーになるとね、ダメなんだね。よっしゃ、行くぜ、せい。ああ、ちょっと。待って。あれ？やべ。さあおいで、引きつけて。横のなんかパンチにやられた。ボンゴならぬ。マジか、やっちまったな。これ食らってねえのかよ、おかしくねえ。よいしょ、いけい。で、どこ行った。さあ来い。なるほどな、横のパンチにやられたのは結構いいんだ。あー、ちょっと2回か。あれ、矢がないな。ちょっと待って、今さ、魔法瓶もさ、無理、おめえ無理なんだって、ずるいな。ほい、なんか対岸するんだよね。ほい、オッケー。魔法ちょうだい。魔法。オッケー。オッケー。手のひらパック。もう終わりじゃないか。こいつ大事系じゃないからね。っていうね。よいしょ。おしまい。おしまい。おしあ。おしまいとは。ほい。ほい、おしまい。もういいだろ。さあ、ほい。よし、周りがカッチカチやったぞ。ほい、で、こっち。無理だってばよ。ずっとしゃべったらお前、立ててますか。いてててててて。
あ、だめだめだめ、やばいやばい、なんかなんかわかんないけど、なんかわかんないけど、とりあえず回ったら勝った。でこいついって何なんだ、なんかあれだね、ジャブジャブサバのお腹に出てくる寄生獣みたいな感じのやつだね、寄生虫かみたいな感じになってるよね。ということで、溶けてなくなるロッテのトーポ。なんかよく見たらさ、周りもなんか目玉みたいなのなかった？ちょっと観察しに行ってみようか。チュ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 、とりあえずもうめんどくさいので、とりあえずめんどくさいので靴は履き替えます。いや減ったな、雑に戦いすぎたな、雑に戦いすぎるとこうなるんですよ。ちょっとでも回復したい。終わりかな。これちなみに周り落ちるとダメージ食らっちゃうからね。よいしょ、なんか今、あ、ほら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 、あ、ドクロか、お口パックンチョかと思った。なんか女の子が男の子加える時のあの口の形、まあ男が男の子って、さあということで、はい、やっていきましょうか。さあ来たね、ゼルダ様のお借りのを持つ少年、やはり来てくれたか。私はシーカー族のインパ、ゼルダ様の乳母であり、闇の神殿を守る賢者でもある。我々シーカー族は代々ハイラル王家のしもべとして仕えてきた。しかし7年前のあの日、ガロンドロフが突然の襲撃、ハイラル城は間もなく陥落した。ガロンドロフの目的は聖地への鍵の一つ、王家の秘宝、時のオカリナだった。私の役目は、ゼルダ様をガロンドロフの手の届かぬ場所へお連れすることだった。その逃亡の途中だったら、最後にお前と会ったのは、あれから7年。立派になったもの、立派になったんだね、立派な勇者の勇者の勇者。安心せよ、ゼルダ様は今もご無事だ。まもなくゼルダ様はお前の目の前に現れ、全てを語られるだろう。その右手が長期になるんだよな。その時こそ我ら六賢者が魔王を封印し、ハイラルに平和が戻る時なのだ。神々なのだ。私はここに残らねばならぬ。お前はゼルダ様のおそばへ行き、私の代わりにお守りをしてくれ。お守り、違う、お守りだね。今そなたの助けとなりし、我が力このメダルに込める。ヒュやべえな、13分で終わっちまった。このあと何するかっていうのが全然こう考えてないんだよね。身のメダルを入手した。インパは賢者として目覚め、勇者に一つの力が宿った。ゼルダ様を頼む。ループ的に先に魂の神殿をクリアするっていうのもありなのかな。どっちが順序的には先なんだろうね。わかん、ちょっとよく分かってないんだけど、ことで、ほい、ふっと、行きましょうか。邪魔。邪魔。ふっあー言うとった。で、これで、戻ると、いつもの平和な森と、村や。間違えた。そんな森林を生い茂ってないですからね。じゃーじゃーん。私のコット、満足っす。させられてる？私とあなたと満足させられることしません？で、よ、あ、40個に増えてる。よし、じゃあもう一個だけ増やして送るやつだね。ジャガーシー、ブランブランしとけ。呪いが解けたよ、お元気、俺にこれあげろ。なんだ、ボムチューって持ってる数増えるわけじゃん。 あれ40個持ってる。ボムチューってもともと50個持ってるっけ。あれ40、50、50、80、喜んで。よし、じゃあ、それはくだらないこと言ってねえで、じゃ あ、とりあえず、まあ、やることもやったし、じゃあ、後半戦行きましょうか。とりあえず、あいつを呼ばなきゃいけないか、あの子呼んであげなきゃいけない。あいつって言っちゃった。大切な相棒なの。じゃあ、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 パッ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 
ちょちょ。まあしかしこの3音でさ、こうエポナとか時の歌とかさ、なんだっけ、そういうさ、こう音楽をこう作るってやっぱ任天堂さんって天才だよね。どっから現れたっぺ。よし、じゃあ行くか。いやポコロッペケレッ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 ポ。周りの石とか破壊してみて、なんか出してみるね。先っちょ刺激したらなんかさ、ネバッとした白いやつとか透明の液体がなんか出てくるかもしれないからさ。よし、じゃあとりあえず、はい、OK で、ヘムドゥン、どうしよっかな。わらしべ長者やる。あれあれ、ダイゴロンと同じやつ。ちょちょ、何してる、何してる、ティー、あれ、とりあえず雨を降らしてみよう。何も起こらんかったわ。あ、じゃあここ何もないのか。夜になることでシャコ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 現れてくるやつとかもいないのかな。普通にクリアしたらなんか50個くらい集まりそうだけどな。いいな。あれ、あれマジでなんもない。あれ本当に超つまんねえじゃん。木動くの早っ。なんかもう地球の重力めちゃくちゃなりそう。ティーテレテレテレテテ、何も起こらん。ここなんもなかったっけ。そっか、爆弾かな。やってみよう、やってみよう、撃ってみよう。カッパエビセンファイヤー。あー、爆弾だった。ゆぅゅ、え、もー全くもって意味のわからん世界だったな。全然来る必要なかったかもしれない。え、実はここハートのかけらあるとか、ハートのかけらあるとかだったら、え、お前なんで見逃すの、やーいやーいって言ってくれればそれで OK です。はい、まあ取りに来るかコメント見次第ですけどね。なんかあれだね、必要最低限のジャンプはしませんみたいな。なんかさあ初めてでやつね。チュンチュルンチュ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 ンチテントの裏か。はい、あーもう全然登れねえし。あ、やばいな、これこのままじゃあれだな。まあいいや。あ、てかこれ普通にあれだな、ハンマーで潰した方がコスパが良かったかもしれない。よし、はいや、はいや、おーめえら何も出てこねえのか。逆サイドは、おめえこそなん、ほんとに何もないね。ここに落ちちゃったらもう戻ってこれないもんね。よし、じゃあ乗るか。エポラッチ、行くっち、飛ぶっち、怖がらないでっち、かっこいい。よいしょ、ほい、降りましょう。おめっちゃ大工のやつだぜ。ゲルドの土足のやつら足を落としやがって。足を直してやるっていいが、俺っちの仲間がいねえんだ。あいつから大工は脱水から土足になったのって言いやがって。ゲルドの取り、どんな、おめえゲルドの取りでいいから俺っちの仲間の様子見てくれねえか。あれ弟子じゃなかったっけ。すげえな、大工ダサいから盗賊になるってさ、真っ当な職業から犯罪者になりますってことでしょ。おめえどんな育て方したら弟子そんなってもんだよ。やべえだろ普通に考えて。
完全にね、アクロ飛行の道で走らせたの、この親方であるおめえの責任だと思うんだけどね。しかも仲間がいないと橋が立てられないってさ、まあまあそれはさ、一人でやるよりさ、二人でやった方がいいとかさあるかもしんないけど、そうおめえ大工だったらさ、しかも棟梁なんだろ、親方なんだろ、親方棟梁の違いがごめんなさい、ちょっとそっちの世界じゃないと分かんないですけど、自分で何とかするって気合い見せろってんだよ、バーロ。めちゃくちゃディスってんな、まあいいけど、まあディスられてるのあいつだからさ、普通に。なんかちょっとねえ、こいつどうなの、親方として。ちょっとヤバくない？で、この裏に多分出てくるはずだから、パッパイパッポピーポコポコピピピピ、すげえ生えてきた、おもろ。オッケー、よし、じゃあ早速ですが侵入していきましょうか。やっぱりね、侵入するっていうのはやっぱ夜のね、あの闇夜に紛れていくっていうね、それが正しい入り方ですよ。まあどう考えてもこんな目立つ緑色なんかつけてたらさ、終わってんだけどね。もう見つけてくださいって言ってるのと同じようなもんだったね。さあ、ゲルドの砦で。海賊化の時と違ってなんかもう全然あれだもんね。でもね、砦なんだけどさ、全然そのなんか生活感のない感じだよね。あ、やっぱすげえ超引っかかってる。よし、さあ来い。ジムでたける友の花。エロいよな。あ、そこで止まんのか。あ、やばいやばい、一歩落ちすぎた。ピュ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 、こんな物音大きくゴッチン立ててるのに全然平気だもんね。ということで、盗賊団のエアズイトゥー、あ、お金。そこのお兄さん、こっちの領域の中、どっから来たか知らないけど、ここの守りを抜けてくるなんていい度胸してるわね。赤色の大工の仲間、みんなここに捕まってるの。こっから出してくれたらきっと役に立つわ。でも気をつけて、見張りのギルド族がどっかにいるつったっけ、とかっこハート。今回の嫁かな、ね、ゲルドの盗賊、隙を見つけて攻撃しよう。倒されて捕まっちゃう。はい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 、おい、やばい。もうね、もうハンターが入ってるの出るんだよな、普通にね、シンプルにね。おい、やばい、急にやばい。あれ、これね、なんか意外と体力高いな。まあ、追い詰めてたら勝手にやられてくれるからね。ちょっと待って、これ何、誠のメガネを覗いたら実はあの抜けているとか、そういうオチ、そういう感じがしそうだよね。わーい、わーいって、で、あのお前のために開けてやんないよとかあったりしてね。あいで、何、助けに来てくれるから、嬉しいや。大工の一郎、女の軍団に憧れてきたのに男ってだけでこんな失礼しちゃう。もうゲルドなんてゴリゴリ、あと3人仲間が捕まってるから助けてやってたらきっといいことあるはずだからって言って、何にもいいことないんだけど、ただお前のファンキーな髪型を見てどっか行くっていう、そういうオチ。まあいいんだけどさ、うん。ということで、サクッと進めていきましょう。で、こっち、こっちでいいのかな。ちょっと待ってね。ほい、あ、まだいるか。止まれ、動くな。この微調整が。オッケー。で、こっち側は、あ、どこ進んでたらいいんだろうな、これな。ピュー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 、普通に考えたら撃ってたら死ぬんだけどね。この世界の人たちみんなタフだからね、死なないんだよね。お、よし、いいね、いいね、いいね。ほい、よし、ペケペケペン、チュ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 ン、ほい。じゃあこっち合ってんのか、行きましょう。しか来るはずだよね。出て、あなたのおっぱいを撃ち抜く。
どっちだ、こっちか。いる、いる、あ、いないね。あれ、なんか俺いつもここ最後だった気がする。ちょっと魚お兄さん、こっちの牢屋の中、どっから来たか知らないけど、ここの守りを抜けてくのいい度胸してるわね。あたいら大工の仲間みんなここに捕まってるの。ここから出してくれたらきっと役に立つはずわ。でも気をつけて、いるはずだから、だいるはずだっけど。ていてててててあ、ちょっと、ほい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 、食べ際に追い込んでいくわ、食べ際に追い込んでいくわ、ほい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 、エロい、エロい女に、エロい女に、エロい、これ普通に食らってんじゃん、普通に。あ、おめえ、おめえ、あぶない、あー、やっぱあれだね、あのギルト族だからさ、あの女が女ばっかり呼ばれてくるんだけどさ、可愛い棒やっつけてくる、サンキュー、あたい大工のジロー、女って怖いわ、これなら大工やってるからずっとかっこいい、もうこれとこさよなら、バイバイ。はいはいはい、いいよ。そう、あの100年に一度しか男が生まれないと、で100年に一度生まれてくる男がなんかあのみんな魔王になりたがるみたいな、なんか世界を征服したがるみたいなね、世界征服したがるルルルルって。まあずっとドッドッドッと言ってたな。ちょ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 、あ、眉パチパチしてんだこいつ一応。ほら生きてんじゃん。どうする、このさ、あの記憶があるかないか微妙なところを襲うってなんか興奮するよね。で、これはここは、ここはどこだ。あ、普通に3つ目か、3つ。はい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 、あ、すげえサクッといってんな。どっから来たか知らないけど、サブローだよね。ジローと来たらサブローだよね。じゃあ役に立っていただきましょう。オッケー、危ない。どこ行った、待て待て待て、今日だってかよ、今日だってかよ。ほら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 、ほら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 、絶対2球ってさ、ほんともう文字かよ。ほい、あー、嘘、あたいらを舐めんじゃないよ、舐められてしまった、そこを舐められてしまった。一回も捕まらずに行こうかなと思ってたんだけど、反省してなって。なんかめ、そこでおとなしくしてろということで、切りよく捕まってしまいましたっていうことでございますんで、残り2人はですね、次回パートで助けていきたいというふうに思います。そう、見つかられてね、脱出したかったんですけどね、脱出とかのクリアしたかったんですけどね、まあそうは本屋が下ろさなかったっていうことで、はい、まあそういうこともあるよねっていうことで、まあまあまあ仕方ないですよね。はい、ということなので、また次回パートでね、しっかりとやっていきたいというふうに思いますんで、またお付き合いいただけたら幸いの極みでございます。チャンネル登録ボタンとグッドボタンぜひ押していただいて、次回パートですね、まあ明日ですね、また楽しんでください。まあ明日か、あの次回パートですね、楽しんでください。ではまた、バイバイ。